感じもあるよ。はい。あ、そう、どんどん跳ねていく。こんにちは、エミリンガのおわさびです。今日なんですけれども、3 coins。R もっと巻いた方がいいですね。3。数が行き過ぎです。3。いやいや、歯で挟むんですよ。3。はい。3。3 coins。はい。開放的企画です。あ、わからなかった。うわーい。パチ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 。元気です今日。何ですか、はい、いっぱい出ました。いや、なんか今日元気です。でも理由は分かんないです。青いですね。あ、そう、また注射打ってきました。すぐ韓国行って注射打っちゃうから私。もうすごいですよ。でもなんかちょっと30代だからちょっとちゃんとしようと思って、あの課金してます。肌課金してます、うん、もうさっきチラッと見ちゃったんですけど超あります。いいの、ちょっとさっきこの辺が見えたんですよ。見えちゃったんですよ。夏じゃんと思って。子供用夏グッズねえ。夏が来ちゃいました。今年もついにミセスグリーンアップル。あ、そうですよ。夏が始まったあ、うろこい。僕らのバンダーです。ごめんなさい、本当にミセスの方ごめんなさい。大好きなんです。これもいい。これですね。ゴートゥーキャンプですって考えてるんです私。どうしようって。どうしよう。もう本当に結構収納頑張って今綺麗にしてもらってる状態なんですね。してもらってるというのは自分でやってないってことですか。今綺麗にしてもらえてる状態なんですよ。お手伝いさんみたいな。家事代行の方お願いしてて、その方からもできるだけ物を増やさないように設置されたんで、だけど先までですよね。そのお嬢様みたいな。そう、本当にめっちゃいい人に。できるだけ。あともう一個言ったのが、引き出しじゃない収納をもう買わないでくださいって言われました。うん、あの絶対に開けないので、なるほどなるほど。その性格的に買うならせめてその引き出せるやつにしましょうね。リアルしすぎされてますね家で。確かに。でくらい本当になんかすごいね、私のことよく分かってくれてるんです。だから悲しましたくないからさ、本当に必要なものを買います今日は。毎回そうですよ。毎回そうだし、毎回言ってるんですけど、うん、毎回そのマストで必要ではなくて娯楽に必要なものみたいなのを買っちゃうから。じゃあ50ぐらい欲しくて買ってたんですね。あ、そう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 、80と90越さないと買わないってことですね。そうそう、だから結構マジで判定強めでやらせてください。いきましょう。じゃあ今日は若干ね、爆買い追加して物足りない内容かもしれないですね。いや多分本当今振りじゃなくてそうなのかもしれない。そうなりたい、ちゃんと見極めれる力をよりつけるようになったんだなって思っていただきたい。ただキャンプには行きたい。ほう。あと最近もうキャンプ動画見るのにハマりすぎてて、キャンプ超好きなんで。キャンプなんて年に1回じゃないですか大体。雪の時期って、うん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 、トランクルーム借りてそこに置いとくっていうのはどうですか。なるほどね。だったらお手伝いさんもね別にいいですよ。許してくれるかな、はい、とりあえずこれ欲しいんですけど私。超いい。グリドルパン。こんなんできるのよくないですか。これを焼けるんだ鉄板で、うん、でこのまま食べれる。もうお皿として1000円です。でいいですか。まあまあまあ、これはね、これ持ってない、うん、そのまま食べれるみたいなやつ、うん、入んない。これはもうレジにも置いとこう。これいいんですか。これいいっすよね。わかる。買いましょうじゃん。これは買いです、はい、なんかおしゃれですしね。何が必要。私も何持ってるんですか逆に。え、キャンプ用品大体持ってないですよ。ああ。すごっ。木製スパイスボックスとか。これなんすか。これなんすか。ウォーターサーバーじゃないですか。いやー、そうだ多分。ウォーターバッグ300円。え、これ良くない。いいっすね。どんくらい入るんですかね。4リットル。いい、これ買おう。でもそれ4リットルも飲むだけの人とキャンプできるのかな私。うん。1人1リットルぐらい飲むとして4人集めれるかな、キャンプするのに。いやでも暑いから飲みますよみんな。飲むか。いやいいね、キャンプに連れて行きたい。塩コショウですって。あ、これ連れてきました。ついてきたいんだったらいいっすよ。全然キャンプの予定ないけど、ね、すごいっすよ。それでこれ買うの。いいじゃないですか、キャンプにいる。今構造は見えてます。ふうにさ、すいません、行かれますかキャンプ。これお手伝いさん。増えてますけどキャンプって本当に行かれます。キャンプ行きます。今年絶対行きます。逆にあの網とかテントとかそんなないんですけども、グランピングに行きます。キャンプは正直無理です。そのグランピングに行って宿がある上でのなんかお料理とかだけちょっとさせてもらうみたいなのが好きなんです、うん、その場合お水とかって自分で持って行かれますか。確かに。これ使わないわ。手伝いさんありがとうございます。あ、いいいい。ピックそんな術見つけたんですか。手伝いさんを凍りさせるっていう。あいつ何も買ってねえじゃんって。え、これ食べたいです。北海道にもう超好きなんですよ私。これはもう買う、絶対に買う。2個買う、大好きなので。こういう持ってます。こういうちっちゃいフライパン。普通のフライパンでもできるかなって。あ、これお家でやられます。これでやります。普通に好きなんで今持ちは。もうちょっと優しいですよ。あ、本当ですか。そんな自分的じゃないですよ。もうちょっと寄り添ってくれてますよ。そうなんだ。いやちょっとミリさんね、もうできればあの引き出し型にしていただきたいみたいな感じなんで。超いい人、超いい人、大好き。だから収納買います。収納はねいいもんね。整えるって書いてる。整いたい私も普通に。収納グッズないんですよあんまり。キッチン周りを整えるための。ただ何を買えばいいかがよくわからない。何をするんですか普段。なんか例えばこういうキッチンペーパーとかって。キッチンペーパーうちティッシュみたいに取り出せるキッチンペーパーなんで、これは多分使わなくて。これいいな、マグネットラップホルダー。これ超いい、しかもおしゃれです。場所取らない感じ。これ買い、はいはいはい、これ買います、はい、マグネットフックセットもいいですね。これ何を使うんですか。
かんないですけど、なんかこういうの使いません？使いますけど。違う？あ、でもなんか物板とかを立てましょう、じゃあどっかに。はあ、はあ、あ、これ欲しい。これなんすか？なんて言うんですか？スパイス？スパイスっていうか、なんか調味料。そう、調味料大きいはないんで、うち。ああ。え、ところに置く、調味料入れ。シミュレーションとしては何を置きます？え、塩コショウ。はいはい。ごま油。入ります？そこに2個。じゃあごま油か。うんうん、で、あとはちっちゃい、こんぐらいの高さね。ウェイパー、ウェイパー、チャーハン専門店の方ですか？塩コショウ、ごま油、ウェイパーね。鶏ガラスープ。あ、チャーハンの人だ。で、コンソメとか。ああ、いけた。このなんかね、写真撮った人がかわいそうっすわ、なんか。あ、オリーブオイルか。なるほどね、スパイス系そんなないんで、言うて。コショウしかないから、スパイスホルダーにはできないので、そこは申し訳ない。え、これ超いいじゃないですか。何これ。手に洗うやつついてる、洗うやつ。食器洗い、すごい。へえ。手を濡らさずに食器が洗えます。中さんも違う、3種のブラシでしっかり洗えます。へえ、すごい。これちょっと。あ、てみさんの。あの、てみさんのうち。食洗機あるんですこれってアシスは何を洗えばいいですか？なんかその食洗機回すほど溜まってないけど、ちょっと洗っちゃいたいなみたいな時とかに使ってもらっちゃいたいです。わかりました。はい、論破論破。絶対使った方がいいですか？あ、必要であれば。いや、なんか手とか痛むかなみたいな、はい、なんか普通にゴム手袋みたいな感じで使ってもらった方がいいですし。え、これをなんか出てる。わかんないですけど、なんか使ってみてほしいです。感想聞きたいです。それお願いします。これいいですよね。こういうのよく使ってます。めっちゃいい。カレー作る時とかめっちゃ玉ねぎの皮、皮いっぱい出ますもん。三角コーナーってなんかちょっとぬぬめちゃうじゃないですか。うんうんうん、これ置いとけばもうこれごと捨てれるんで。これいい。はい、これがあの私が使います。カレー作る時たまにカレー作るんで、無性にカレー作りたくなる。なんか家カレーって無性に食べたくなりませんか？わかりますね。で、私はそのお母さんのカレーが食べたいんですけど、はい、そのお母さんが今東京にいないからめっちゃ思い出してます。家のカレーはどのぐらいの大きさで野菜を切っていたかとか。ああ、そう、あれを再現したくて。で、カレーならできるんですよね。あ、まあ、ルーはね、同じだったら。そう。何入れるんですか、カレーを？うち結構シンプルです。もうじゃがいも、玉ねぎ、人参、チキン。なるほど。うちはじゃがいも、ナス、ひき肉です。あ、いい。ひき肉うまいですよね。カレーに入ってるひき肉めっちゃわかります。ちなみに一回大学の時に友達ん家のお母さんのカレー食べさせてもらったんですけど、うん、その時衝撃受けて、うん、サイコロステーキがゴロゴロ入ってました。うわ、で、え、すごくないって言ったら、うん、普通その子、え、もうお母さんのカレーといえばこれだからみたいな。なるほど。なんかもうそんなピンとこないみたいな感じで、これがお嬢かってなる。確かに。その子は魔法の引き出しが家にあるって言って、魔法の引き出し、そこに使ってもいいお金が入ってて、全部使っちゃったら同じだけ足されてるんですよ。やばすぎ。すごっ。なんかやっぱサイコロステーキが入ってるカレーが日常のお家はそうなるんだと思って。次行きましょう。こういうね、紫外線系。そう、紫外線系、マジで紫外線をカットしていきたい。いや、でもやっぱひと夏使ったら結構ゴムが伸びてきたりとか、うんうん、物こぼしたりとか汚くなるんで、定期的に買い替えたいという気持ちもあるので、はいはいはい、これかな。え、これすごいなんかおしゃれなやつありますよ。なんかもうヒラヒラみたいな。こういうやつですね。そう。へえ。まあでも私はシンプルでいいので。でもこれ安いわ。300円で結構ちゃんとしてる長さもあるし、これはありがたい。ネックカバーもある。へえ。え、しかもなんかいいですね。これだったらおしゃれみたいな感じに見えるから。でも UV カットしてくれるんだ。買ってみよう。500円。すごいじゃん。でも私ずっとこの襟だったらめちゃくちゃずっとなんかもうずっと UV 気にしてるなって思ってください。でもわかんないですね、パッと見。確かにおしゃれでやってるみたいですもんね。いや、私夏ディズニー行くから結構冷却グッズ欲しいんですよね。こういうのって持つんですか？結構冷たいんですか？もうこれわかんないですよね。やったことない。でもなんかたまにつけてる人いるんですよ、ディズニーとか。いますいます。ちょっと気になるな。こういうファン系は？ファン系最近買いました。やっぱいいですか？まだ使ってないです。ああ、ディズニーに持っていこうと思って買ってまだ使ってないです。なるほど。いや、これどうなんだろう。これ使ってみていいですか？もちろん。ですか？いや、いいですよね。いいですもんね、はい、それで怒られないですよね。それで怒られないです。なんかってか、じゃあこれちょっと使ってみる。でっかい方のサイズ、値段同じだったんで M と L があって、なんかついでっかい方買っちゃったけど、それが合ってるか分かんないです。多分でかい方が気持ちいいでしょ。なんかおばあちゃんの考え方でいかせてもらいます。まあまあ、ね、すごい子供用の。え、すごい。これまあまあ嬉しいですよね。しかも可愛いし、子供用のやつはなんか好きな色選ばせてあげたりとかして。え、子供用のやつあります。大変可愛い。こんなん可愛い。かけてほしい、めっ子たちに。これこんなんとか可愛い。お花ですって、ね、チン。かわいい。あ、普通のやつもある。このなんかプロの冷却とか。前こんなんしたっけ？前こんなん買いました、ね、こっちも1個買っときたいな、今年も。安っ。時計用。あ、ここが開くんだ。あ、なるほど。もろ、これにしよう。めっちゃしっかりしてそうな素材のやつ。指も出せる。本当だ。これにします。これ安いな。でも普通に買ったら2000円ぐらいする気がします。800円ぐらいで買えるんで。本当だ。ありがとう。
おやつは今ちょっとできるだけ小麦を抜くようには気をつけているので、はい、あんまり実行できてないんですけど、はいはいはい、ちょっと小麦を避けつつそっと見ます。長芋とほうれん草、味噌汁、あ、美味しそう。これ買います。味噌汁はね、プラウンでもいいですか。味噌での取りすぎで栄養なんかとっていう事例かなしです、世界で。そうなんだ。味噌って本当に体にいいんですね、はい、ちなみに前回多分お湯と作れますって言ってこれから購入させていただいたと思うんですけれども、はい、一度も作ってないです。で今イヤリング入れになってます、これを今イヤリング入れになってます。曲げワッパー楕円形を、はい、今イヤリング入れてます。それこの写真撮った人やめてくださいマジで使ってるんで。まあまあね、使ってるわけじゃないからイヤリングがちゃんと入ってますってことだけご報告させていただきたいですね。これあ、へえ、いい、すごいですね。買ってもいいですか。誰に聞いてますか。ビデオレターです買ってもいいですか。あ、でも逆にこれならお肉買ってもらったら私ちょっと切って置いてくんで。ありがとうございます、はい、さすがです。これ使ってみたかったの、なんかショートとかで見てたんですよ。充電槽、便利。これで食品の真空パックができるんで、ね、作り置きとかもねできるしね、これで。そうですね。なんか結構こういうのあったらいいなって思うけど届かないところみたいなところをちゃんとアプローチしてくださっておらっしゃっておらっしゃいますね。確かに、それがすごい。あ、こんなんいいんじゃないですか、キャンプにかさばらない軽量化。これだって、へえ、いい、持っていけるやつ、電子レンジで加熱できる。いい、買います。これこっちにします。へえ、で水も入れれますしね。水なんかもし水も飲みたくなったらね、あ、まあまあ、水もね入れるですね、まあ、非常時みたいなこと言ってますけど。本当です。ストッキングは買います。あ、ストッキングはもう大丈夫です今なら包帯買えるんでいやでもあの防災の動画がすごいね、評価がすごい良かったんですよ、ね、皆さんすごいいい意味で楽しく防災が見れまして、ラッキーみたいな感じで言ってくださる方が多くて、友達とかからもなんか連絡来て、あれめっちゃいいねみたいな。だからやっぱりちょっと皆さん30代になって同世代なんで、ちょっとそろそろこうお子さんができたりとかして、以前よりも防災意識が高くなってる時期って方が多かったので、すごい良かったなって思いました。なるほど。だから今後もなんかそういうね、ちょっとねやらなきゃいけないけどみたいなところついていきたいですね。確かに。見ました、うん、当分まないと。すごい、これいいですね、うん、これもご家族いたらもう絶対揉めるじゃないですか。揉めます。でも私もお姉ちゃんとの喧嘩の原因だいたいこれですよ。ケーキ大きいとか、大きいとか、なんかお姉ちゃんがここ食べたとか、うん、でじゃんけんで負けて泣くとか、うん、もうなくなります、これで。そうですよ。でお父さんが実家帰るたびにあんたら喧嘩するのが怖いから、もうジュース分けるだけでもうこうやってもう1ミリ単位でやったわって毎回言います。毎回言います。だからそれぐらいひどかったです、多分。いや、これもいいな、これであれできるじゃん、ハンバーガーに入れたりとか。いいっすよ、マックのやつ作れる。あ、これ欲しい。よいしょ。しかもさ、これさ電子レンジで作れるんですって。え、ここに卵ペチャンって割って多分チンしたら電子レンジで作れる。電子レンジで簡単に目玉焼きが作れるドンって書いてます。作るドン、作れるドン、作れるドン、便利な時短調理アイテムだドンって書いてます。すごい、見えないです、怖い書いてますよこれ。いいですね、なんかたまにいません、引っ張ってブインブインってやつ。あー、買いましたよ。あ、買いましたっけ。動画で買ってるかバイブで買ってるかが分かんないんですけど、多分動画だと思うんです。これ多分スリーコインズか目印で買いました。へー、ブインブインみたいなやつ。何これ、たこ焼きパン、こんなんいいっすね。あ、なるほど、ホットケーキミックスとか入れたら。そうっすね、あれになるのか。こんなんこそキャンプにめっちゃいいと思うんですよ。キャンプご飯じゃないですか。え、でもなんか楽しくないですか。別に全然僕は行かなくていいですけど、キャンプに急に突き放された。そうね、私なんかキャンプはカレーなんですよ、自分の中で。あ、だからご飯だから。これ何じゃ、たこ焼き、ご飯とたこ焼きとカレーとたこ焼き。でもね、もうこれなんかどこに見たんですけど、これなんかアヒージョ作れるんですよ。私もなんか見たことある、ね、思い出した、それ言われて。ここにね、たこ入れてね。そう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 、手伝いさんごめんなさい、カゴがもうすぐいっぱいになりますまあまあまあ、ちょっとまだ先があるんで一旦先を急ぎましょう。はい、コスメ系とかですね。まあ、でもコスメはね、続く美容部員さんがいるんで、まあ、私にも、ね、大人気さん、相変わらず大人気ですよ。こういうのいいな。いや、ヘアゴム可愛いの300円で買えるって、うん、本当に女子からするとありがたくてですね。確かに高いんですよ、ヘアゴム。そうなんですね、意外と可愛いの買おうと思ったら意外と高いんですよ。ヘアゴム1個1000円とかしたりとかするから、それは出したくないけど可愛いヘアゴム使いたいみたいな時とかに、はいはいはい、高校生とか本当にしょっちゅうスリコイズ先生にお世話になってました。へ、今はね、ちょっと奮発して高いの買っちゃおうとかできるけど、当時はヘアゴムにお金かけれなかったんで、今その記憶が急にブゴーってきました。当時の記憶が。これ300円ですか。いや、安いですよね。いいな、なんかでもより進化してます。わかんないもん、高いピン止めとその300円のピン止めの違いを、ね、見せだめよって言われても、ね、多分わかんない。ガクトさんとか多分わかんないと思いますよ。全問正解の、うん、最近のアクセサリーって、うん、チープルアクセサリーのクオリティが高いから、なんか普通に
めちゃくちゃなんか高そうなネックレスみたいなのつけてて、可愛い、どこのって聞いたら、えみたいな、これ300円だよみたいな、全然ある女子の中で、すごいんです。まあ本人は気分ですもんね。うん、その子がおしゃれだったらおしゃれに見える。そう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 、トラベル、トラベル用品は結構買っちゃったので。確かに、さすがに着ることならスルーしたいっていう気持ちが強いのですが、スリーコインの照明がめっちゃいいのかな、映りがすごいですよ今日。漏れてます。はい、なんかダウンタイム後なのに可愛い。やっぱこの子供さんのおもちゃシリーズ超好きです。いいっすね、毎回なんか違うのがあって、これ何、可愛い、オリジナルキャラ可愛いですね。超可愛いです、これも超可愛いです。この昔からあるこのおもちゃをこんな可愛く、本当だ、色彩のそのなんかね、なんで淡さ薄さ、確かに可愛いですね。怖くない、全然ライオンが怖くない、ね、全然怖くない、ね、多分これあれですよね、骨取ってわーっと怒られるんですよね。怖くないです、全然なんか、ね、淡すぎて、淡すぎて、本当に淡すぎてあーご飯もなんか全部淡いです。淡い、京都のマクドですね。あ、わかるわかる、京都のマクドだ、本当だ、正解ですね。観光地の、本当だ、観光地のやつだ。これいいですね、今度持ってます。何すかそれ。え、あの充電の電源2つと USB-USB-USB-C が出てます。へえ、これいいじゃないですか、ね、すえこれこそ旅行先に持ってきたい。そう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 、ね、なんか家にもあるけど、もうダダダダダダってもっといっぱいコンセントついてるやつだから持ち運びできないんで、これ旅行先にしましょう。これめっちゃいいと思います。私もいいと思います、うん、私がいいと思いました。ええ、僕見せたんですよあ、これいい、色いっぱいありますよ。多分白にします。え、可愛いですね、しかもなんか、はい、しかもこれ負けるからいいですね。確かにこれ超いいじゃないですか。だからキャリーケースのなんかパカーって開いたとか、こっち側とかにもね、いい入れますもんね。じゃあ黄色買おうかな。いいですね、いいですね、やりましょう。え、ちょっと待って、すごくない、普通にコントローラー売ってるんですけど。え、本当だ、ね、ジャイロ機能そんなターボレンジャー、すごっ、てかすごくない、普通エアポッドみたいに売ってますよ。本当だ、こんなの売ってるし、おしゃれな本格的な可愛いイヤホン売ってるし、だからこれ全部さ、色合わせたら可愛いですね、自分の持ち物の色を。マジやん、とえー、なんか変な関西弁エミリンハン、いやかも、私も変な関西弁ダメなんですよ。エミリンハン、ほんまですよ、ダメすぎますよ、もうあまりにもアニメのキャラクターとかの、なんか確かにもう誇張されたやつみたいな、ちょっとなんか痒くなります、この辺が。せやかてエミリン、せやかてエミリン、それはもう服部なんで服部のことは言ってないんで私あ、いいな、これもいろんな大きさあって、もうでかいかもしれないです。ちょっとでかい買いますね、かも。ネキー、はい、というわけで今から始めたいと思います。開放大企画、イエーイ、いっぱい買うぞ。エミリンさん、これからでしたっけ。これからです。これからです。ちょっと熱とかもわかんないです。そうですね、そうです、もしかしたら記憶に違いがある可能性があります。充電系、あ、てか充電系すごいな、とんでもあるじゃないですか。これ前買ったんですよ、ここで。よかったですか。いいです、これこ こうできるんですよ。いや確かにいいですね、だって引っ張ることがね、はい、ないっていう。へえ、なんでもあるじゃん、これもあるし、うちらがよく使ってるやつとかもあるし。本当だ、すっこれちっちゃくなる。これ買ってみようかな、ちょっと。いいっすね、うん、これ良さそう、ちょっとこれ買ってみます、うん、え、これなんてライトついてますよ。え、すごい、どういうこと、かわいい。いやでもちょっとダメだな、30分で動画終わらないや、使用時間は30分って書いてる。なるほどね、いいっすね、あ、いいティッシュボックス収納、スマホを立てられる。え、いい、スマホ出す入れたんだよ私。あ、これにします、これにします、うん、じゃあいい、500円しかも。3コインズさんも、この3コインズにこだわらずにいいものを作ってる感じがいいですね。確かに、まあ、ちょっと500円だけど作るかっていう感じが、うん、ちゃんとそのおしゃれでいいものを確実に出してくださってくれるから、ね、いいですね、うん、すごい、アロマみたいなやつとか、フレグランスとかおしゃれ、まあ、こんなスリッパとかいいな、なんか来客用とかにね、ちょっと多めに買っとくとかもできます、ね、確かに。ここなんかいいな、明るいな、本当だ。何ですかこれ、新生活に彩りを添えるクッション生地の収納シリーズですって。これ危なくないからいいですね、角もなくて。エミさん、引き出しあるやつお願いしますねなんか聞こえてきました。え、なんすか、なんか普通になんか聞こえてきました、うせつさんの声みたいなのが。っていう感じではないですもんね、さすがに。ここ出たんじゃないですじゃあすごい、あのプレキュアみたいな妖精が、そう、妖精がなんかダメネポダメネポみたいな、なんかそれがお手伝いさんバージョンで、皆さん引き出しのやつしてくださいねって言ってました。すごい、でも違います、なんか妖精とかだったらもっとなんかこれはダメネポとかじゃないですかそういうのじゃなかったです。なるほど、普通に普通に言われました。あの死んだお母さんのやつですね確かに確かに、本当にそのはっみたいな、はい、今のってみたいなやつです。じゃあ 今のはちょっと一回控えて、はい、こちら側はこれなんですか、サウナ、サウナグッズ、あ、サウナコラボだ。サウナは体にいいですよ。そう、お母さん静かにしてくれでも撮影中だから、あ、すいません、はい、はい、なんすか、すいません、なんかびっくりさせちゃうじゃん。肌は乾燥するかもしれないけど体にはいいからねお母さんめっちゃサウナ信者じゃん。お母さんめっちゃサウナ好きなんだ。水風呂入ってから外気浴がいいよ。知ってるよ、なんでそれさ、お母さんがだけ知ってる知恵みたいな感じでみんな知ってること言うのよ汗かいたら拭いてね大丈夫かな、お母さんもうちょっとで消えちゃう気がする、子供だったらなんか言ってることがどんどん浅くなっちゃってるから。結構部屋暑いからね。あ、やばい、もうすぐ消えちゃう、お母さん、お母さん服脱いで入ってね、お母さん、お母さん、やばい、お母さん、もう消えちゃうから、もう何も喋らないです、それ以上、もうちょっといてほしいから
サウナ、サウナ、やばサウナの前。お母さんお母さんやばいやばい。なんで最後がサウナだったんですか、お母さん。わかんないです。だから、だんだんとその力が薄まってきて、はいはい、それに伴い浅くなっていったんで、なるほど、アドバイスが。だからやばいと思って。はい。よかったです、ね。いや、ほんと、よかったじゃない。消えちゃいました？消えちゃいました。まあ、でも、そう、これで良かったのかもしれないですね、もしかしたら。これ超いいじゃん！なんか、ガーゼみたいな、本当だ。靴下です。涼しくていいよ。涼しい。涼しくていいよ。おかえり。え？おかえりなさい。え、これ。カレーは野菜大きめに切ってね。あ、やばい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 。ちょっと待って、ま、あの、お母さんもうちょっと言ってね、喋んないで。鶏肉がいいよ。まあ、鶏肉は私のリクエストなんですけどね。ルーは混ぜたら美味しいよ。当たり前のこと言い出した、お母さんも。ちょっと待って、もう喋んないでよ。ご飯よそってからカレー入れてね。分かってるよ、お母さん。カレーは茶色いよ。やばい、お母さん、お母さん、もうだね。多分もうそろそろ本当にやばいから喋んない方がいい、これ以上。カレーはスプーンで食べ。まあそうかなと思いました。浅かったんであまりにも。まあそうだよな。え、ちょっと2個買いました。いいですね。なんかカラフル靴下。しかもこれ超涼しい。これやばい。絶対いい。こんなんってやっぱ涼しいけど汗は作れるからめっちゃいいってことですか。わかんないです。この他で使ったことない。ただ私靴下嫌いなんで、本当に夏場靴下履きたくないんですよ。だから助かる。履かなくてはいけない時に。え、ちょっと待ってくださいね。ここいいな。この感じ。確かに。いいな、この辺すごいおしゃれ。カレンダー一つにしてもなんかおしゃれですね。本当だ、すごい。こんなんとかもめっちゃ可愛いですよね。可愛い可愛い。だから本当に新生活で一人暮らし始めてちょっとこういうおしゃれなものを着たいけど、そこにお金かけたくないなって方とかめっちゃいいと思います。フレグランスのこれがこんなんってあんまなくないですか。確かに。そっちのフレグランス買って自分の好きな香りつけてとかも、ね、そう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 。ラストですね、ファッション。へえ。いやでも本当多分ね、もう分かんないですよ、こういうメガネとかも。確かにね。え、しかも可愛い、結構今時の感じが多くて、うん、なんすかそれ。キーケース。ああ、え、へえ。やっぱシンプルなデザインだからいいですね。しっかりしてますし、え、もうバッキャカとかもめっちゃ可愛いですよ、普通に。全然なんかアパレルのお店にありそうな。本当だね、シンプルでロゴもないから、すごい。あ、この推し活シリーズの。あ、ジュンくん。ジュンくんじゃない。ジュンくんマジで可愛かったんですけど、どうしたらいいですか。ジュンくんここでね、発見したんですもんね。そうなんですよ。あのジュンくんとはエビロレッテに出場してくれたスリーコインズの店員さんの男の子だよ。最後に脱落しちゃったんだけど、脱落した時の言葉がすごく可愛かったから、その部分の映像だけここに今から載せておきます。いや、ジュン見てもらいましょう。え、マジ秒数抜いておきます。この動画のこの時間を見てください。可愛いんで、くぅー、もう一面私の胸に残ってますもん、ジュン君が、ね、あれずるいです、可愛いです。じゃあ終わろうかな。え、でも今日そんな買ってない気がする。確かにこんだけだもんねそう、なんか軽いなと思って、うん、そんな買ってないかもって思ってますね、うんうんうん、え、これいいな、可愛いね、これ欲しい、これ買おう。え、しかもあれです、これなんて言うんでしたっけ、水乾かすやつ。そう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 。これはなんですか、古いかな。あ、この辺に置くんだ。あ、そう、あ、こういう感じとかで。なるほど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 。え、これめっちゃいい。スマホケース、防水スマホケースで、こことかに貼れたりとかするんで、お風呂とかで。めっちゃいい。長く見たい時とかに、ほら、壁に取り付け可能って書いてます。で、タッチ操作も可能ですって。あ、へえ。へえ。え、嬉しい。え、いろいろある。ここちょっと見てなかったけど、すごい。オッケー。え、これすごい。見ました？マスクする。こういうなんかプチプチっと押したら、シャンプーとかリンスここに入れて。あ、ホテルのとことかにあるやつができるんだ。そうそう。へえ。すごい。詰め替え簡単。いい。なんか本当に欲しいな。でもそんなのないよなみたいなやつを置いてくれてますね。ね、すごいわ。というわけで、はい、以上終わりです。会計です。ええ。盗むんですか。すいません、これもお願いします。ありがとうございます。強くて一応年入ってて、はい、使いやすそうで。いろんな知り合ったから、ここ買いました。ここ買いました。エミリンさん、頭は一つですよ。でも、ゴムだから伸びちゃったら使えないから、ちょっと多めに買っておこうかなと思って、あとこれも。じゃあ伸ばしてきますね。ここにも使えるように。ありがとうございます。伸ばしますね。ありがとうございます。これもすごい良くて、クリーニングペンみたいな感じで。クリーニングペン？これすごいいいのが、AirPods のこういうとことかの掃除ができるっていうので、スマホのとか。なんか確かに汚れてるんですよ、私のイヤホンケースとか。わかります。ハンドクリーンの顔、買います。私のカバンの中にこんな感じで。アイアンメイデンみたいになってるんですけど、アイアンメイデンこんな書いてるやばいみたいな感じなんですけど、どうしてもさ、いや汚れますよ、どうしても、ね、なんて言うんだろう、あ、ここ、こういうの、こういうのを取れるのがいいなと思いました。いや、映んないですね。映んないんだ。これ取りに使おうと思います。ありがとうございました。はい、ご経験がこちらです。結構ですよね、スリーコインズでと思ったら。あれですもん、だってあれですよね、私が買ったやつすべて。これとこれ
結構買ってる。結構買ってますね、こう見ると。すごい。ありがとうございます。自制心はどうやったんですか？いや、でも、本当に必要なものだけを買ったらこうなったんで、必要だったんですよ。こちらからは以上です。ありがとうございました。これですか？これはだってアヒージョできますからね。できないもん、これないとアヒージョ。え、今思ったら、これは本当に必要ですかって思うのあります？逆に。まあ、これかな。あ、これ必要ですよ。そうなんだ。うん、ティッシュケースもちょうど欲しかったですし、うん、あとスマホ立てれるっていうのもすごい魅力的だったんで、これかな。これは本当に必要ですよ。じゃあいい。あ、よかったよかったよかったです。はい、ありがとうございました。